では第4回、はい、トラックマン、はい、今回は、まあ、ちょっと細かいお話になってしまうんですけれども、まあ、皆さんよく練習場に行って、はいはい、一生懸命ね、一球一球払ってやるんですけれども、はい、で距離感の練習って結構皆さんやらないんですよね、うん、まあ、今のナイスショットだったっていうとボールの飛びを見て、まあ、満足をするっていう、例えばネットに当たったイエーイみたいな話ですね、はい、なんですけれども、まあ、実際皆さんが打っている練習場でボールってちょっといつか、はい、まあこれ、まあね、画面からは分かんないと思うんですけども、非常に、飛ばないようにできてます。でコースボールとはもう全然、はい、違う、もうさっきね持っただけで全然違う、持っただけの重さもですね、コーティングも全部違うので、うん、このボールを一生懸命打っても実際にコースでこのボールを打ったら距離が全然違うんですよ。うーん、もちろんこっちのボールの方が飛ぶようにできてるんで、じゃあそれは実際どれぐらい違うのかっていうのプラス、トラックマンを使ってこの練習場ボールで実際は打ってるんですけれども、ある変換機能を使うと、こっちのボールだったら大体これぐらい飛びましたよっていう機能があるので、つまり、あ、じゃあ練習場でトラックマンを使うと、はい、実際に打ってる感じが出る。そうです。両方出ます。三枝心の距離感はどれぐらいあるのか、はい、どれぐらい自分の本当の距離を把握しているのかっていう、距離大事ですから、あの稼いでる選手は皆さんやっぱ距離感しっかり持ってるんですよね、はい、ぜひ、はい、距離感の方やっていきましょう。やってみましょう。お願いします。お願いします。練習場ボールを、ピッチングウェッジでヘッドスピード28ぐらいのスピードで今から練習場のボールを打ちます。そうするとこのキャリーがどういう風になっていくか、28.9 で約8ヤードですね。あ、シャークした。うん、ちょっと飛んじゃってますね。まあ、29出ちゃってるんでヘッドスピードが。ちょっとでもこっち行きますから、うん、ちょっとかぶり気味に入っちゃう、はい、シャンクが嫌で多分。うん、86、その前79ぐらいですね。じゃあコースボール、コースボールいきます。83、あんま変わらない、あんま変わらない81。なんかそっちのは飛んでないっすよ。練習場より。あ、本当？ヘッドスピード30出ちゃったな。28。あ、振りすぎってことですか。振りすぎです。なるほど。これ限界っす。86。練習場ボールだと。ヘッドスピード 28.9 で78ヤード飛びました。で、コースボールだとヘッドスピード 29.3 ちょっと上がりましたけど、まあ、キャリーが10ヤードぐらい、10ヤード近い、そうですね、9ヤードぐらい上がるので、まあ大体、まあ、全てにおいて10ヤード上がるわけではないんですけれども、このようにボールを変えるだけでも、距離って変わってきますので、練習場のボールもそうですけれども、普通に打っているボールもやっぱそのボールによって飛び全然変わってきますので、ということで今から、練習場ボールを使って距離感の距離自分で何ヤード打ちます、まあ今日ねクラブいっぱい持ってきてもらってるんで、今から何ヤード打ちますって言っていただいて、実際何ヤード自分が本当にそれに近い数字に打ててるかどうかっていう技術の方を皆様に知っていただこうと、はい、はい、ではウェッジの58ヤード、はい、58度で50ヤードに挑戦したいと思います、はい、ちょっと大きいんじゃないですか。大きいですか。何ヤードぐらい飛んだと思います。60ヤードぐらい。66で
変換すると70ヤード飛んでます。え、じゃあダメですね。はい、もっと優しく。どうだ、シャンク惜しい。45。56.7。お、変換すると60ヤード。はい、10ヤード大きいです。おこれ多分変換戻すと50.8。あ、今のぐらいでそんなもんですか。そう、今50.8で、まあコースボールだとちょっと飛びすぎて 53.5。60ヤード。やっぱそうですね、うん、いいじゃないですか。でもやっぱちょっと飛んでるなって感じします。安定して60ヤード。10ヤード違いました。 10ヤード、まあ、私が得意なのは60ヤード。あ、そっちですね。60ヤードアゲイン。アゲイン。つまり60ヤードが得意です。そういうことにしましょう。まだまだあれですね、安定性が、まあ、安定性は ね、なかなかないですけど、これ、まあ、実際に打ったのは62ポーズボールだと、はい、で練習場ボールだと60。すごい、すぐ変えるんですね。変えられます。でこういう機能もありますので、まあね、スイングとかアプローチとかいろいろ直すとこいっぱいあると思うんですけど、距離感もちょっと一つ自分の今後のステップのためには必要な、まあ、ツール、練習の1個は本当いろいろ見れちゃいますね。そうです。だから練習ってちょっと飽きるじゃないですか。飽きます。スピードだけ見てても飽きるし、まあ、距離だけやってても飽きるしってなると、いろんな機能があるから練習してても、あ、じゃあ次はこの機能でやろうみたいななります。なのでぜひ距離感もしっかり自分の打つ距離を覚えていくと、あのコースで役に立って、スコアメイクにも役立つんじゃないかなって思いますので、はい、はい、また練習も大事です。そうです。ただ、まあ、本当練習場行っちゃうとなかなか正しい距離が、ね、しっかりしたボールでできないので、ぜひ皆さんもこうトラックマンを使って、実際コースで打っているコース球と同じ練習をこの室内の方がこのように自分のボール持ち込めますので、トラックマンさえあれば本当に実測に近い練習がいっぱいできますので、はい、頑張ってください。はい、では皆さんぜひ練習いろいろトラックマンでできるので、この距離を自分の打ちたい距離をしっかりトラックマンで練習するのも一つの方法です。ぜひ試してみてください。お願いします。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。